さあどうもフリッチです。さあ前回から少し進めてのアップデートになります。さあ、内政をある程度終わらせた状況まで持ってきました。ですのでこの領地内はねかなり開発が進みましたね。で、まあ、前回城を取られたりもしたんですが、もう裏で取り返しました。で攻められてもしてね結構苦戦しているので、ああ攻められてますね。敵が我が領内に向かっております。このように城も増やしましたね。で政策で兵数を可能な限り増やしたんである程度の兵数は所持保持できてんだけど、ん、あここか、戦へ参る。はい、ちょっともう挟んで叩きますね。出陣するぞ。始めます。さあこれで帰れないようにして完全に叩こう。 で今回は蝦夷などを取って南部などを倒せるようにするみたいな感じですかね。さあかなりね水田の方を作ったので、あとはもう兵舎だけでもいいかなっていうところまで来てますね。南部なんですけど、まあうちに来るのなんとかしのいでいたらですね、特に広がりを見せずにといったところですか。諸勢力がついちゃうもんな、あっちにかなり苦戦しながらも、なんとか勝ちといったところでしょうかね。ちょっとお金が300しかないのでもう使えないとこまで来ちゃいましたね。天下に問う我が軍略。さあ相手の一門かな、城へ戻る。打ち陣にしましたね。で兵数もかなりね増やしたので、攻略も可能なほどの兵数はおりますね。ご命令くだされ。先月の収支です。戦火城一旦領地できないかなって思うんですけど、まず作れる限りの武家町作って兵数だけは確保しよう。が治安だからよし、こんだけですかね。いやまだ作れるか。刀蔵が作れるので、作れるとこここでいいですかね。に作って周辺に武家町をちょっと、ああよし、オッケーオッケー、こんだけで十分ですかね。これが完成すればかなり兵が増えると思いますね。でそうなった時にまあ攻められるようにというところです。どこ攻めようかな。兵数はかなり集めたんでね。できる限りの兵数確保したいな。よし、なんとか1個まず奪おう。これ地方でやって思うんですけど、あんまり有能な武将がいないとお互いの軍って被害がただ増えるだけで勝敗はつきませんね。登場を始めましょう。報告いたします。戦が限界か。出陣するぞ。関係なかったな。ここは海戦で打ち破って見せようではないか。進め。おっと、正面は誰だ。南部とやらないと俺意味ないんじゃないかな。やるとしますか。お任せください。さてこれで備えつつまずこいつを倒す。参るぞ。うわ、追ってきたな。引くぞ。
なんとか足止めとかないか。ないようだが。続け、始めろ。やるとしますか。迅速でまずは承知いたしました。100か、100ならいいだろう、勝てる。お任せください。やってくれるな。承知いたしました。で足止めしながら後ろ向いて、上地抜けか。魚手で守備をさせる。勝負しなさい。承知いたしました。やるとしますか。やるとしますか。かしこまりました。これは引き、もう被害出ないようにしながら裏をついていく。しますか。さあ勝てましたね。残さ400。降伏しろ。よし、大きい。この城のダッシュは大きいですね。待機せよ。ご命令下され。先月の終始です。まあ我らはね、人も少なく盤石の体制というものが築けていないので、なんとか難防用としていきたいね。戻ります。出陣します。さあ加わった軍勢とともに、この一応本城である場所を攻めましょう。ここが取れればかなり大きい。出るとするか。さあ敵の軍できる限り来ないでくれよ。先月の終始です。で城もね一応作りたいんですけど、人が足りないんですよね。安藤家か。安藤家ってどんなもんだ。あまり価値がない。これ伊達かな。できたら伊達と同盟を組みたいですね。なのでまずは外交の使者を飛ばしておいて。我らに撃てぬ敵はありません。あれ安藤家か。なんだなんだ、よかった。俺これは南部だと思ってた。安藤か。安藤は討伐の対象ですかね。とはいえ今は味方にしておきたいので、こちらも外交を飛ばそうか。あんまりね政策打ってるんで収入はないんだよな。まあいいや、攻めてこないことを祈るしかない。そう、もう可能な限りの政策というか、まあ、3つほど今打っていて、なんだ、あ、不戦か。まあいいだろう。この戦我らの勝ちだ。このまま攻めたいな。戻ります。よし、安藤はいいんだよな。敵だとは思ってないから、うちは味方みたいなもんですよ。安藤は南部をさらに攻め立てよう。これで一応逆転はした。兵力差はご命令くだされ。あとはさらに盤石な地位を作り、ちょっと蝦夷などを取ってですね。で織田信長かな、近畿を制圧した武将に、従属してエンドというところでしょうかね。南部というか、その大名的にはそのエンドでいいですよね。まあ、津軽エンドと呼びましょうか。ん？何？安藤とあいつは仲間なのかな。下され。先月の終始です。だとしたら今安藤に外交が飛ばしやすいと思う。停戦か。関係ないな。さあもう一回行こうぜ。でお金余ってきつつあるので領地の方をねサクッと強化しよう。さあ国高5000なので、あと全部弊社でもいいかな。うわめっちゃここいいですね。鉄が作りまくれる。これも鉄かな。なんで、あーでもこれ物見やぐら横にあるな。まずこれの作る場所をざっくり決めて、
これだと3箇所。これだと4箇所か。ここにしよう。もう一個ここになっちゃうから、そんなに恩恵はないな。じゃあ、あとは全部武家町という。全部ではないね。数箇所武家町。で、治安のものを、一つですね。治安。これか。これは5箇所に行く。これは2箇所 ?3 箇所になるか。ここだけでいいかな。これちょっとオーバーするんじゃないかな。さあ、まあ時短ほどに見に行こうかな。伊達剣軍 OK。 出陣します。うわ、かなりの被害食らいましたね。400か。先月の収支です。さあ今ですね、兵がどんどん増えていっているので、ここら辺軍出そうと思ったけど人がいないので遅れませんね。騎乗します。まあですので、この4000と1500でなんとか奪いたいかな。逃げたければ逃げなさい。いざ参ろう。お前はここで足止めして城をいただく。城下に火を。あいつは死んでも、南部止めてくれるという、その役目を果たしてもらおうじゃないか。さあ人不足ですので、攻めれるとこはね、今も攻めたいですね。どこでも。さあこれで1万超えは堅いな、我が本城。攻め込むぞ。投げ。力を合わせ。よし。よし。やるとします。やるのか。戻ります。なんとか奪えましたね。先月の収支です。ここ攻められるリスクが非常に高いので、あ、やばい、人がいない。こいつを移動させよう。仕方がないな。いや、相当人が少ないね、我が家。何でもいいから寝返らせないと厳しい状況ですよね。3じゃいかんな。じゃあ南部帰り次第だな。で、寝返るやつも出てくると思うから、戻るぞ。それを奪い返されないように、なんとか戦うといったところかな。この時とりあえず同盟結んどくのがいいかな。どっちがいいんだろう。同盟結んでいい関係にして進める。あー、こいつもダメだ。南部対処が早いな。捕虜来い、捕虜。よし、こいつはもう切り捨てる価値もないな。ん？安藤どうした？いいだろう。安藤か、次は安藤か。いいだろう。これで南部との対決の姿勢が示せるかな。今ので、なんとか一条に対して一人は送れるという状況が完成したのでね、送っておきましょうか。で、今回はですね、政策を行き届かせるために、武家などは一切作っておりませんね。兵数重視です、今回は。本当に少ないからね。さあ、石川城の兵数が回復し次第攻略に当たろうか。表情を始めましょう。残すは6条なので、まず伊達と手を組むというとこを最優先事項としてですね、やっていこうか。これより家臣となります。寝返りそうなやつは全てもう手をかけていこう。6人か、結構多いしそうだね。
11人。あ、これ何家、最上家の信仰を受けてる。さあ最上家が来る前にあの2条を奪ってしまおうかな。先月の収支です。まあ、まず南部との戦いに御用を受けたまわります。フォーカスしてやっていこうか。伊達とはね、あの婚姻できるなら婚姻します。もうそしたら強大な敵一つ減るから、その後破棄してもう何をやりようがいいというルートに行くしかないですね。この南部じゃないな、ご命令くだされ。津軽為信はね、すごい悪名高い人なんでね、もうそんな手を使おうとも関係ないですよ。ほらやるよ、いらないと言ってもあげよう。御用を受けたまわります。でまずは実ターンで同盟組めるようになるし、連動もすごい低いしで3だもんね。1枚いても3なら意味がないから、連動上がるのを待たなければならないというとこにもなってくる。婚姻は無理か、まあ、しょうがない。とりあえず同盟だけでも結んでおこう。いないのかな姫が。うちには姫いないんでね。姫最悪もらおうか、配下から。その手もなくはないな。とりあえず同盟にはなった、就航にもなった。表情を始めましょう。先月の収支です。これ奴らとは仲間のようなものですね。で南部家水戸城を奪えればかなり勢力が縮むな。敵の総戦力は水戸城にあると言っても過言ではない。ですので連動を貯めて攻めかかるというところがまず重要になってくるな。どうした安藤、安藤いいだろう。なんだいなくなったのかな。じゃあここですよ。最上とも同盟組めるんで、ご命令くだされ。先月の収支。最上とも同盟組んで確実に攻めていこう。そうだな、敵が我が領内に向かっております。今攻めようとしたじゃないか。ここですね。まず防衛を送って守らせつつ攻める。まあ若干連度低いけど、まあ、大丈夫だろうと踏んでいこう。なんとか守ってくれ、頼む。出陣します。で戦っていく。続きなさい。これはね、甲状腺の方が早い。山城だろうが、関係ないですよ。続け。承知いたしました。まず天守に向かってこの部隊でなんとか突き進むので、その後ですね。やるとしますか。続きなさい。やるとしますか。やるとしますか。やるとしますか。なかなか頭がいいですね。かしこまりました。いや780しかいないんだけどな相手。いやもういいや、無理だ。山城やっぱ硬すぎる。逃げたければ逃げなさい。力を合わせ戦い抜くのだ。敵将捕らえたり。我らに撃てぬ敵はありません。敵将なんかよくわからないが落ちていましたね。さあこれ囲んだけど被害が大きすぎるな、あまりにも。遅れるような人材こっちしかいない。安藤も味方なんでここは
いつの存在無視してですね、攻め込むぞ。攻めてこないと踏んだ上で、さあ援軍が来る前に迅速に落とさなければならないし、敵が動いてしまう前になんとかここを奪おう。城に乗り込め、城下に火を。ご命令を。少し被害はでかいな。よし、謀反か、いいね。力を合わせ戦い抜くの。でもって安藤同盟 OK。 さらに謀反。さあ南部も驚いているだろう。まさか城が1個落ちただけでもう1個も、なくなってしまうとは思ってもいなかっただろう。これやつらかなりの誤算だったでしょうね。驚いている顔が目に浮かびますよ。ん ?44 そうか。まあこれで、南部討伐は成功と言って過言ではないでしょうかね。水戸城なんですけど、この工藤さんにあげようかな。工藤一族にあげましょう。お前らの功績はでかい。今回に関してはいや分かっている。うん、こういうことだろ。望んでいた通りだ。力を合わせよ。正直武将いないから合わせるしかない。敵将捕らえたり。待機せよ。非常します。ここで一旦引こう。十分な戦果上げられましたね。で伊達による侵攻でさらに勢力を失ったところを叩けば完全統一といったところでしょうか。さあではまた次回お会いしましょう。